はい、今回の動画は Google のちょっとしたね、小技をご紹介したいと思います。で、やり方はね、本当に簡単で、この Google でですね、こちらですね、スプラトゥーンで検索をしてみてください。はい、そうするともちろんね、このスプラトゥーンに関する検索のね、結果が表示されるんですけども、この右側のところにね、今こちらスプラトゥーンシリーズというふうにありますけども、ここにね、こういったこういうなんていうんですかね、このインクのね、マークが出てくると思いますんで、ここをね、マウスでクリックをしてください。はい、そうするとこういった形でマウスでクリックしたところにね、こうインクがね、こうバチャッとね、このスプラトゥーンのやつですよね、こういった形で表示されるようになりますんで、まあただね、これだけのですね、小技ではあるんですけども、特にスプラトゥーンが好きでよくやってるなんていう方はですね、まあちょっとしたね、暇つぶしになるんじゃないかなと思います。で、この画面をね、元に戻したいといった場合は、この下のところにね、こういう雫みたいなマークがありますんで、こちらをクリックをしてもらうことによってですね、まあ元の状態にですね、戻すことができます。で、今回これ動画の方はね、パソコンを使ってやってますけども、スマートフォンでも Google でね、スプラトゥーンというふうに検索をすることによって同じようなことができますんで、まあ、気になった方はね、スマートフォンでもやってみてもらえるといいと思います。それでは今回の動画は以上になります。今回も動画を最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。